顎関節症、顎関節症、顎関節使用とは、顎関節部や咀嚼筋などの頭痛、関節音、開口障害ない視覚運動異常を主要症候とする疾患群の総括的診断名であり、その病態には、咀嚼筋、障害、関節包、人体障害、関節円盤障害、変形性関節症などが含まれるとされている。 顎関節症は、かつて、コストンシンドロームあるいはテンプロマンディビューラージョイント、アーサロシスのほか、マイファシャルペインディスファイクションシンドローム、インターナルディレンジェメンツオブ、テンプロマンディビューオレージョイントなどと呼ばれていたが、それらは、顎関節症と同一のものと考えられている。現在まで、その他に英語名と日本語名を合わせて20種類以上の疾患名を数えることができる。 以上のことから、1991年1月に開催されたザ・クレイニー・マンディ・ビューラー・インスティチュート、エステンス・アニュアル・スキュー・バレー・ウィンター・ゼミにおいて、いわゆる顎関節症に対する用語が、テンプロ・マンド・ビューラー・ディ・ソルダースに統一することが提言され、その定義は、TMD とは、顎関節あるいは咀嚼筋、そして関連組織を含む、 臨床的問題の一群を包括した集合的、用語であるとすることに、パネラーの意が得られた。顎関節症は、様々な分野において議論が絶えない、疾患群と言える。顎関節症は、単一の疾患ではなく、障害を受けている部位と病態が異なる、様々な疾患が含まれているため、症状は、それぞれの疾患により異なる。しかし、顎関節症は、 1956年、上野らにより、関節痛、関節雑音、異常額運動を主張とする症例を、臨床上において一括して、顎関節症とすることが提唱されたものである。そのため、いわゆる、顎関節症として、一般的に認識されている症状は、顎関節や耳の前方に、頭痛や不快感、開口障害、顎運動時の雑音や頭痛、頭痛などとされている。 顎関節症には様々な疾患が含まれていることから、原因はそれぞれの疾患により異なる。そのため、顎関節症の原因ということ自体に疑問がある。しかし、いわゆる顎関節症の原因として、一般的に認識されている原因には、不正攻防、生活習慣、心因性などがある。顎関節症には様々な疾患が含まれていることから、 顎関節症の治療は、疾患名と共に病態及び疾患の進行状態を明らかにする診断に基づく必要がある。そのため、学関節症の治療ということ自体に意味がないとする考えがある。しかし、いわゆる学関節症によく選択される治療方法が存在し、それらには以下のものがある。外側翼と筋の障害など、 抗合の診察、抗合分析により原因が不正抗合として明らかにされ、不正抗合の部位と状態が明確に判断できた場合、抗合の改善を目標とした治療が施される。診断が正確に行われた場合、その治療効果は大きい。スプリント療法は原因が不正抗合として診断された場合、一時的に全体的抗合状態を改善して、 顎関節症の対象療法として用いられる。また、歯を削ることに抵抗感を持つ患者あるいは、歯科医師において、保存療法として、スプリント療法が選択されることがある。スプリント療法には、前歯接触型と、前歯列接触型のものがある。顎関節症に対する外科手術療法には、関節円盤固定術、円盤切除術、顎内障手術などの報告がある。 その他に、関節空洗浄療法があり、被覆い性円盤前方転移や変形性顎関節症などの疾患に適応されている。以上のように、いわゆる顎関節症に対する外科手術は、かなり以前から行われている。しかし、研究者によっては、新しい外科手術の技術が開発されたわけではなく、現在の段階においては、 手術方法が確立されているとは言い難いと述べている。顎関節症に含まれる疾患はすべてが明らかにされているわけではない。そのうち一般的によく使用されている疾患名は以下の通りである。就寝時の歯ぎしりなどにより、外側翼突筋が断続的に強く収縮した結果、胴筋が強く疲労し、障害を受けることがある。この場合、 不正抗合の状態など原因が明らかとなり、診断が確定し、その診断に基づいた治療方法が選択することができれば、予後は良好である。この疾患が、軽症の段階は筋肉疲労の状態である。重症化すると、腱鞘炎の状態になる。主に関節円板を後方から支えている円板後部組織が何らかの原因により障害を受けて、関節円板が、 前方に転移した場合にこの疾患名が付けられる。関節円盤前方転移には、疾患の進行状態により、福位型関節円盤前方転移と、非福位型関節円盤前方転移に分けられる。治療は、関節円盤の征服が図られ、征服された状態を固定、維持する治療が施される。治療は長期間を要することが多い。変形性学関節症は、 顎関節を構成する軟骨や骨の変性性、疾患である。診断は、X 線写真により、関節結節の平坦化や骨の反応性増殖による骨曲、あるいは本来柔らかい組織が骨化した像が認められ、ことなど、顎関節の構成要素に、器質的変性を伴う場合、この疾患名が付けられる。いわゆる、 学関節症の症状を示す患者に対して診断することができない場合、この疾患名が付けられることがある。心因性の顎関節症は心理的、精神的原因により顎関節部に発症した疾患がある。しかし、心因性の顎関節症の診断方法が確立されているわけではない。心因性の顎関節症が疑われる場合は、 一般的に精神科医へ診察を依頼することになる。顎関節症の分類は多くの研究者により様々な提案がなされている。ほぼシミなりは顎関節症を学関節内に病院を持つ者と学関節外に病院を持つ者とに分類している。アメリカ歯科医師会会長委員会は学関節症という曖昧な用語による弊害を解消するために 即等科学以上の分類のガイドラインを提案している。最近においては、オケソンの著書である、マネージメント・オブ・テンパー・マンディビューラー・ディ・ソルダース・アンド・オクルージョンに掲載されている TMD の分類が著名である。この分類システムは、i、咀嚼筋、障害、e、学関節障害、e、慢性科学運動制限、4、成長障害からなる。 日本では1987年、他により報告された顎関節研究会による学関節症の分類に基づいて、1999年に顎関節学会が改定した学関節症の小型分類がある。さらに、日本学関節学会は2013年、学関節症の病態分類として改定した。その病態分類は、I 型、咀嚼筋、障害、E 型、 顎関節痛障害 E 型顎関節円板障害 A 複異性 B 非複異性4型変形性関節症である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。